皆さんこんにちは。レック専任講師の伊藤です。それでは CFP を目指そう、今注目の資格です。このタイトルで2023年11月、CFP 試験向けガイダンスを始めます。よろしくお願いいたします。今回ですね、この CFP のこれから受験に備えてというふうに考えていらっしゃる方、この CFP 試験の、例えば勉強の方法であったりとか、あるいはですね、過去の合格率などを含めた情報をですね、これからガイダンスでお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。パソコンとかですね、スマートフォンで見てらっしゃる方もいると思いますが、資料の方もですね、画面の方で映しながら、その内容については進めていきたいと思いますので、この画面もですね、資料を活用していただきながら情報を得ていただきたいと思います。今回のタイトルにもあったんですが、今 CFP 非常に注目されている資格です。資格を取るということ全体がですね、注目がされているというふうに言ってもいいと思うんですけれども、その中でこの FP 資格の上級の資格であるこの CFP なんですね。これが注目されているということで、データ的なことを言うとですね、受験者の数が増えているとかですね、この当然 CFP の認定者になる人というのは着々と人数が増えているということなんですが、やっぱりこの時代の背景ということが、この CFP の資格が注目されているということだと思います。ここ何年間かですね、いろいろ混沌としたその状況の中で生活を見直していこうという人が非常に増えてきたと思うんですね。で、同時にですね、いろいろな情報収集を簡単にすることができるようになったという時でもあります。具体的に言うと、この FP の中にあるですね、例えば資産の運用、金融資産を中心とした資産の運用であったり、あるいは相続のことであったりですね、それからこういう機会に保険を見直しをしてみようとか、いろんなことをですね、考える時間がもしかすると増えたここ何年間かではなかったかと思います。で、その時に私たち一人一人がですね、情報収集することも容易になってはきているんですが、やっぱりですね、最終的な結論を誰かに導いてもらいたいと、あるいはより高度なことをですね、知らせてほしいという要求が高まっているんですね。で、そうなってくると、自分で調べる範囲のさらにそのもう一つ上の段階ということを考えたときには、やっぱり専門家の助言を得たいと、こう考えてきているんですね。ですから、その専門家の助言、専門家たるものがこの FP であり、そして CFP でありということになると思います。企業内で働く FP の方であってもですね、その企業もやはり顧客、クライアントから要求されるそのポイントがより高くなってきているんですね。そうすると、企業内で多くの方が FP 資格持って活躍していると思うんですけれども、その中でさらに高度な専門知識を持っているものということで、企業内 FP でもこの CFP が注目されているということにもなるんです。もちろんですね、FP の資格には技能士資格ということで、1級 FP という上級資格もありますね。ですから1級の FP、それから CFP、このあたりにどういう違いがあるのか、もちろん試験制度当然違ってきていますから、そのあたりもですね、少し比較をしながらこの後お話をしていきたいと思います。そして今こうしてガイダンスをですね、聞いていただいている方、今のタイミングによってはですね、もうすでに受験をすることを決めているという方もいると思いますね。11月の試験ですから、試験が徐々に近づいてくる中で、もう一度この内容を確認しておこうということでこのガイダンスを見ている方で、あるいはですね、まだ受験をするのかどうなのか、これから考えていこうという方も中にはいると思います。すでに2級の FP 合格をして、そしてさらに上級の資格へ進むときにですね、例えば CFP の受験をするのか、あるいは1級の受験をするのか、このあたりを今考えている。で、CFP をしようと、受けようと、でこう考えたときにですね、じゃあそもそも CFP の試験制度ってどうなってるのかなということを、ちょっと調べたいという方もいる。こんなこともですね、含めながら進めたいと思っているんですね。で、そこで一つ言えることは、受験をするのかしないのか迷っている方は、今回のタイトルでもあり、少し前置きでもお話をしましたが、資格注目されています。そして需要が間違いなく高まっていく、この高度な資格 FP、CFP なんです。ですから受験をしないで、例えば自分は2級で十分だ、 AFP の認定者で良いと考えるのではなくて、すでにここまでFP 試験を受けて進んできた方は、もうちょっとです、もうちょっとここ頑張って CFP のですね、認定者になる、 CFP 試験に合格するということをぜひ目指していただきたいと思うんですね。どうすればできるだけ早く、そしてこの合格を取れるかということも含めて
これからお話をしたいと思うんですが、まあ、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけれども、その今2級の方、AFP の方というお話をしましたので、資料の最初のところで資格の制度についてちょっと見ておきたいと思いますね。ちょっと画面の方で資格制度が書いてある一覧表を見ていきましょう。最初のところにですね、この AFP の資格制度の一覧表がありますね。CFP の資格が一番左にあって、その隣に AFP と書いてあります。で、この表の中でまず1点目ちょっと確認あるいは、覚えておいていただきたいんですが、 CFP の試験の受験をするためには、受験要件 AFP 認定者、これ丸しましたけれども、AFP の認定者であるということが CFP を受験するための要件になっているんですね。ですからこれなっていないと、CFP のそもそも受験ができませんので、AFP 認定者になるということ、もしこれがまだ済んでいないという方がいれば、ここをですね、まず早めに済ませるということが必要になりますね。で、じゃあ AFP 認定者ってどうすればなれるのっていうことをちょっと加えておきますけども、まず試験としては、今度表の右側、2級 AFP 技能士というところを今丸をしました。2級の AFP 試験に合格をする、これが一つ目のポイントです。そしてもう一つが、AFP 認定者となるためにはこの AFP の認定研修の修了、これが必要なんですね。2級の合格と認定研修の修了、この2つを揃えて、あとは事務的な手続きをすれば AFP の認定者であるということになります。そして CFP の受験ができると、こういうふうに進んでいきますので、2級に合格はしたけどもまだ認定研修終わってないという方は、これは認定研修早めに終わらせましょう。認定研修の修了をするためには、FP の2級の、カリキュラムの中にあったいわゆる提案書の作成と提出合格、これが必要なんです。提案書ですね。で、その提案書の作成合格もう終わってるという方は認定研修が終わってるわけですから、あとは FP の認定者になるためのいわゆる日本 FP 協会の手続きをするということで、進んでいくことになりますね。資格制度一覧になっているんですけども、この中でAFP 認定者になっている人が CFP の受験要件を満たしているということを一点確認しておいてください。で、先ほど来申し上げていたその1級の試験なんですが、1級の FP の試験というのは2級の合格者であるということになりますね。これはいわゆる技能士資格になるわけですから、別に AFP になっているかどうかは関係ありません。2級に合格していると1級の受験資格を得るということですね。もちろん同時に実務経験が、一定の年数必要になってきますけれども、それも含めて2級合格者が1級の受験資格と、こういうふうになっていきますね。で、この CFP の資格なんですけれども、もう一つこの表の中のポイントなんですが、資格の更新2年ごと更新が必要とこう書いてあります。すでに AFP 認定者になっている方は、よく知ってらっしゃると思うんですけれども、 AFP の認定者は2年ごとの更新をするたびごとに、いわゆる継続教育の単位が15単位必要ということになっていますよね。で、この15単位というのは AFP の更新をするため。じゃあ CFP の更新はどうかというと、これは2年ごとに30単位が必要になるんです。30単位ということは、いわゆる30時間相当のですね、継続教育を受けるということですね。いろんな方法があるわけなんですけれども、その継続教育を受けている更新が必要だということ、これが少しこう負担に感じられる方は、これ負担だというふうに思わないようにしていきましょう。資格更新ができるということはですね、継続教育を受けれるということは、自分のスキルが常にアップデートしていってる状態なんです。つまり試験の合格をしてから時間が経っていけばいくほど、どうしても忘れてしまうことが増えてきますよね。あるいは新しい制度を学ぶことがないまま、その資格者で居続けるということがあるかもしれない。で、それがあるとやっぱりその顧客に対しての専門知識を出していくときにですね、ちょっと情報が古くなってしまう可能性がある。そこでこの資格更新である継続教育が受けられるということは、常に新しいことをですね、キャッチしていくことができるためなんですね。技能士資格の方、1級2級3級の方には更新はいりませんから、したがって一度その合格をすれば1級であり2級でありということにはなるんですけれども、資格更新があることを逆にメリットと考えて、常に新しい知識を持っている FP なんだということ、それが AFP であり CFP でありと
というものだということをですね、この資格更新の意味というふうにも押さえていただきたいと思います。継続教育30単位が必要ということは一つここで含めておきましょう。そして同じ資料のですね、そのまま下の方に行きますと、この CFP 資格の例えば、近年の会員の数ですね、日本 FP 協会で認定を受けている CFP 認定者の数などが一覧になっているところです。着々と増えているということがこの情報でも見えると思いますから、このあたりはちょっと資料の今画面の方で見ていただいていることということにしておきたいと思いますね。そして次の資料の方に移っていきましょう。今度は試験についてという方にだんだん入っていきたいと思います。まずは CFP 資格審査試験ですね。その中身についての一覧表があります。大切なのは試験はいつ行われるのかということですから、ここにもありますが、2023年の11月の試験は11月の12日それから11月の19日、この2日間にわたって行われます。2日間にわたるというのはもうこれ CFP 試験のですね、特徴です。で、2日間にわたってということで、もう一つこの表にもあるように科目別に受験をするわけですね。ですから科目合格をすると。で、科目受験、科目合格をして、そして6つの科目すべてに合格をすると CFP の合格者と、こういうふうになっていくんです。今までの FP の試験が、例えば学科試験と実技試験という組み合わせであったのに対して、今度は科目別に受験しなければいけないですから、苦手な科目を作ってしまったりするとですね、なかなかその科目の合格にならないということになっちゃうんですね。科目別にすごくきめ細かい勉強をしていく必要があるんです。ただここも一方でそれをメリットと考えれば、科目別の勉強ができるということは、少し時間をかけて受験機会を分散して受験して、そして最終的に6科目の合格に結びつけると、こんなふうに考えてもいいですね。1級の FP 試験というのは科目別ではありませんから、2級がそうであったように1級の試験にも学科試験ということになっていくわけです。そうすると1級学科試験というのは非常に難易度が高い問題が全ての科目にわたって学科試験として出題されますね。ですから一度に全部の科目をまとめて勉強しようと考えるのか、あるいは科目別に勉強しようと考えるのかということでも、やっぱりここで試験制度、そして選択する試験が少し変わってくると思います。まずは試験の日程ですね、11月の2日間に行われるということで、これ日程日、試験日だけがこう書いてあるんですが、試験を受験するには当然試験の申し込みをしなければいけないですね。出願というやつですか。試験の制度、出願などについて、もちろんその試験団体の日本 FP 協会のホームページには詳しく載ってるんですが、せっかくですからね、この11月の試験を受験するにはいつまでにその申請をするか出願をするかということなんですが、ちょっとこれ上に書き込んでおきましょう。9月の6日から10月の4日、この間に、ネットインターネットでの申請ということであれば、この期間内に出願が必要になります。ですから10月4日までには出願を終えておかないと11月の試験受験できなくなってしまいますのでね、そこはちょっとまず留意しておいてください。で、さらに、前のページでAFP 認定者である必要があるということを話しました。じゃあ AFP の認定者にまだなってないっていう人はどうすればいいかっていう、その期限もう一つ加えておきますが、 AFP の認定者になるための FP 協会に対する手続きの期限、それは9月の20日までなんです。9月の20日までにオンラインの申請で FP 協会に対して AFP 認定者のための手続きをすると。で、これ9月20日までにオンライン申請で AFP 認定の手続きをしておけば、その後これ10月4日までの CFP 試験の出願間に合いますからね。こういうサイクルだということも留意しておきましょう。今見ていただいている方がまだこの9月10月まではだいぶ時間があるなって考えている方、今自分がどういう、形になっているか、 AFP 認定者になっているという方はもうこの9月から10月にかけてに CFP 試験の申し込みをするんだということでいいと思います。で、こうやってですね、スケジュールが決まっているわけですから、じゃあ最初に何やんなきゃいけないのかなって考えると、これもちろんですね、初めて CFP の試験を受験する方にとっての話になるんですが、どの科目を受験するかをこれ決めなければいけないですよね。遅くとも10月4日までには決めなければいけないと、こういうことです。とは言ってもですね、勉強を始めるのはもっと前だと思いますから、勉強を始める時までには
どの科目を受験するのかって、これ決めておかなければいけない。金融を受けるのか、不動産を受けるのか。で、最も極端な例を挙げますと、全部の科目を受験すると。6科目全部受験する、11月にと。まあ、こういうこともあり得ると思うんですね。で、じゃあ全部受験するということ、これもちろん、いいわけなんですけれども、ただ、全部受験するっていう人って、じゃあどうなのかなと、今までの結果はどうなのかなっていうことなんですが、6科目をすべて出願して、受験して、そして6科目のすべてに合格した人は、これ直前にあった2022年の11月の試験の時にはわずか7名だけなんです。全部で1万人以上の人が試験受けてるんですけど、1万人以上の人が試験受けてる中でわずか7人だけが6科目を全部一度に出願して一度に合格した人、まあ、あえて何パーセントかって言うまでもないと思うんですけども、その7人だけですから、まずここで言えることは、そもそも6科目すべてを出願するという人は非常に少ないんです。これちょっと調べてみたんですがね、154人なんですね。154人だけが、まあ、1万人以上の受験者がいる中で154人だけが6科目全部を出願して、そしてその154人の中の7人だけが6科目すべてに合格していると。やってやれないことはないと思うんですけども、ただその数字あたりをですね、ちょっと過去のデータの今申し上げた数字から見ると、やっぱり科目選択をして、まあ、2回に分ける3回に分ける受験ということを初めて受験する方は考えた方が得策かもしれないですね。勉強する時間ということも当然限られているわけですから、勉強を始めて6科目やる、出願いっぺんにやっちゃうということをどう取るか、これちょっと一番考えどころですよね。で、じゃあ科目別に受験しようというときにですね、ここに6つの科目がこうあるわけなんですが、じゃあその、まあ、どの科目を選ぶのかと、実は資料はですね、ちょっと先に画面の方を映しますが、その次のページになっている資料のところにですね、短期合格に向けての効果的な学習方法というタイトルで、まあ、科目のこう重複している内容について、まあ相乗効果があるから組み合わせたらどうかという意見もあります。これもちろん間違いではありません。例えばライフリタイアと金融資産をこう組み合わせるとかですね、不動産と相続を組み合わせるとか、確かに勉強がこう重複するポイントがあるんです。で、これはもちろんその一つ、資料に載っている通りです。ただこの科目選択をするときに、これこの資料に書いてあること以外の例を言って挙げておきますとね、まずですね、自分がその得意な科目、まあ、これを最初に受験するということが良いかもしれないですね。まあ、6科目あるわけですから、場合によっては得意な科目と不得意な科目があって、でこれ2級までの試験の勉強試験の中で少し感じてしまった科目、そういうことを感じた方いらっしゃったらですね、やっぱり得意な科目からまず選ぶと、これを一つ目の優先順位考えていいと思います。で得意な科目を選んだ方がやっぱり勉強が楽しいかもしれませんし、あるいはスムーズに進むかもしれませんし、その結果として合格できるわけだと思いますね。ですから複数科目、2科目3科目選んでいこうって考えた時は、ちょっと科目の特徴をよく考えて、そして自分がこれ得意だったな、得意だなということをまず一つ目の優先事項に考えていただいたらいいと思いますね。そして2番目、まあ、この科目が得意か不得意かということは1番目としたら、2番目どうするかというと、今度はやっぱり仕事とのつながりのある科目、これを最初に受験してみるということなんですね。例えば、まあ、顧客との関係性の中で CFP 資格が注目だという話をしました。その企業内などでお仕事している方が、その実務がですね、例えば保険の仕事をしているんだという方であれば、もう保険の科目、リスクと保険受けようかなと、まあ、こんなふうに優先順位決める。不動産に関するお仕事をしてたら不動産運用設計受けると、まあ、こういうことですよね。仕事関連の科目を選択する。で、まあ、これ仕事関連というのは今保険会社、不動産会社というイメージを言いましたが、それ以外にもですね、他の資格を持っていて、そしてその他の資格に関する業務を行っている、例えば社会保険労務士を実務として行っている方は、やはりライフリタイアを受けると、まあ、こんなことになると共通点が多いですよね。ですから、まあ、これ2番目のですね、科目選択の一つの何か理由と考えるものは、やっぱり日常の仕事、実務、こことの関係性が深いもの、これを選ぶというのが2点目ではないかと思います。そして3点目、
3点目はですね、もう一回ちょっと画面の方戻しますけれども、このスケジュールによって決めるということなんです。どういうことか。第1日目金融不動産ライフとこう始まっていくんですが、その第1日目の1科目目、これ金融の試験、これ11月12日の9時30分から始まるんです。そして1科目がここにも書いてありますが120分の試験時間ですから、120分間この金融の試験やるんですね。9時半から始まって、そして11時半までで、11時半まで試験金融が終わった、その後ですね、間1時間休憩です。ってことは次の不動産の試験が12時半から始まるんです。12時半から始まってまた2時間試験やります。でまた1時間休憩があって、最後がライフの試験、ライフリタイアの試験がこの11月12日の3時半から始まります。3時半に始まって2時間ですから5時半まで試験です。っていうようにですね、もし1日に3科目集中して受けちゃえと、12日は1日試験日だとこう考えたときは、朝の9時半から夕方の5時半まで2時間2時間2時間の試験を3科目受けるので、これ果たしてスケジュール的にですね、ちょっと体力的に続くんだろうか、集中力切れないだろうかっていうことを、またご自分はどうなのかということを科目選択の3番目としての考えに持ってっていただきたいんですね。2日目も同様です。リスク、タックス、相続、これが続いていきます。じゃあもし2科目を受験しようと考えている方が、最終的な結論めいたことを言いますけれども、今回の11月の試験で2科目を受験しようと考えたときに、その2科目は例えば第1日目で1科目、第2日目で1科目、こういう組み合わせありですよね。で、じゃあ第1日目3つある中にどれにしようか、自分の得意なものにしよう、あるいは仕事に関係のものにしよう、じゃあ不動産が選んだと、こういうかもしれないです。じゃあ第2日目どうしよう、相続を選ぶで、今回の11月の試験は不動産と相続を受けようって、こうやって決まっていくはずなんです。じゃあその勉強を始めようと、こういうことですよね。まあ科目選択の方法、今3つの何か理由付けをやりましたけれども、得意なもの、関係の深いもの、そしてスケジュール考える、この中からどれか当てはまるものを選ぶというのが、どれを受験しようか迷っている方にとっては一つのちょっと情報として知っておいていただいてもいいかなと思いますね。で、この表の中に書いてるあと残りのことを言っておきますが、全部4択問題です。計算問題であったり文章問題であったりしますが、いずれも、4択マークシートで回答するんですね。で、問題が50問出ます。ですから50問の4択をですね、2時間かけて回答していくということ。で、これ一概に言えないですけど、これ2時間で50問の全ての回答をですね、するって、これ非常に時間はタイトです。特に計算問題が多い科目になってくると、1問回答するのにですね、かなりな時間かかるんです。計算をしてその答えを4択で選ぶ。ってなると、なかなか50問全て終わりきらないかもしれないです。でも、50問全て終わりきらなくても心配しないでおいてください。次の表に行きましょう。その下、合格率と合格基準という表があります。これが2022年に行われた6月と11月の試験の合格率と合格の基準がこう書いてあるんですね。で、この合格の基準って書いてあるこの2桁の数字、例えば金融のところに26とか28とかこう書いてありますね。この2桁の数字、これがですね、合格基準ですから、50問の出題のうち26問以上正解するとこの試験は合格だったと、こういう発表されているデータなんです。ということは50問のうち26問ということはですね、比率で言うとこれ別に6割取れなくてもよかったっていう話ですよね。2級までの試験がFP 試験というのは合格基準が6割だということになっているので、50問だと6割ということは30問。これ科目によってこれ数字違いますから、当然6割を超えているような不動産とかタックスなんかありますけどね、32、33とか。ただこれを一つの目安だと思っていただいて、そして少なくともこの数字を上回る問題数の正解ができれば、合格に限りなく近づくなっていうふうに考えてもいいと思います。つまり50問の出題があって2時間ではなかなか全部きちっと解き終えなかったとしても、もう40問の正解とかは要求されてないってことなんですよ。もっと詰めて言ってしまうとですね、35問以上、7割ってことになりますよね。35問以上正解すると、ほぼ合格基準満たすと言っていいんじゃないでしょうかね。
35という数字が、これ過去のですね、まあ、こうやって過去のデータがずっと、これ2022年のだけ載ってるんですけど、ホームページ見ていただくと21年遡って少し載ってるんですが、35、この2桁の数字ですよね、これが35以上になってるということはないんです。つまり35正解したのに不合格になっちゃったっていう試験は過去にないんですよ。って考えると、もうこの30から、まあ、30前後ということにしましょうかね。26もあったり33もあったりしますからね。もうこの30前後、最大で見ても35、ここまでの正解を取れば、50問のうち正解すれば合格だと思います。だからそこに照準を合わせて、これから試験日までの間に仕上げると、これでいいんじゃないでしょうかね。2時間の試験時間が仮に本番で足りなかったとしても、全部解けなかったとしても、そのこの問題数の中で正解数は確実に自分は取れたんだっていうことによって、もう合格を得られるんだというふうにこう考えてもいいと思います。合格の基準のこの2桁の数字だけお話をしてきましたけど、もちろん合格率ですよね。合格率、科目によって当然だからこうやってばらけてきます。まあ、大体30% から 40% の間、まあ、30% 台の中盤ぐらいでしょうかね。まあ、受験者に対する大体3分の1ぐらいの人数が合格者になると、まあ、こんな感じでしょうね。で、受験者に対する3分の1を合格者にしようとしたところ、大体これぐらいの問題の正解でその合格者の範囲が決まったということ。ということは、金融はまあ、これどういうんですかね、非常に低いんです、数字が。毎回合格基準が26点取れた人が 31% ということは、これもうちょっとハードル上げちゃうとですね、合格率がもう 20% 台にいっちゃうということですよね。ですから、まあ、金融についてはちょっとやや苦手、あるいは難しいと思う方がひょっとしたら多いのかなとか、あるいは、取りやすい科目はここの中だけでいうと33が繰り返されている、まあ、タックスですかね。逆にタックスはちょっと高めの点数取らないと合格できないなっていうふうにも一方では言えるかもしれないですよね。で、まあ、これが合格率、合格基準でありました。で、まあ、ここの表でもちょっと補足しておきますが、だいたい1回の試験で総受験者数は1万2000人程度ですかね。2022年の11月の試験では1万2000人弱が受験しました、総数ですね。で、1万2000人弱の人が受験してるんですが、各科目ごとの受験者は約、まあ、2500人から3000人余りです。まあ、平均すると2700、800ということになると、各科目2700、800人ずつ受験してて、そして総受験者数は約1万2000弱ですから、まあ、これ単純な数字の割り算をしてしまうとですね、1人1科目から2科目受験してるんですよ。もちろんですね、5科目が受かっててあと1つだっていう人は当然1科目しか受けないわけですけど、そんなことも全部ちょっとこう単純計算という意味で言ってしまうと、大体1人の受験者が、まあ、2科目程度の受験ではないかなと、こういうふうに言えると思います。2科目の受験程度、進めてるわけじゃないんですが、さっきも前の表で言ったように、科目選択をするときには、じゃあ初めて受験する人は1日目で1科目、2日目で1科目で、次の6月の、まあ、来年のですね、6月の試験でまた残りの科目の中から選んでいこうと。もし2科目ずつ選んで、それを常に合格を繰り返せば、まあ、都合3回の試験で6科目合格、まあ、2024年の11月の試験で最後の2科目合格ということで、約1年余り計画を立てて6科目の合格者になるということでいいと思いますね。その1年計画が長いって思う方は、じゃあ1回に2科目受けようかとか、まあ、いろんなことをですね、考えていただいてもいいと思います。で、今資料ずっと見てきましたが、その下のところにですね、CFP 資格と1級 FP 技能士の関係という表があります。まあ、この表はFP 資格全体の表が左からずっと進んでるんですが、一番下にですね、ちょっと1行だけ文章があるんですね。これも1級試験との比較という意味でちょっと加えてお話しておきたいと思うんですが、 CFP の6科目合格者はと、まあ、1回の試験で6科目じゃなくて2回か3回かに分けたかとしてもですね、6科目に合格した人は1級 FP 技能検定の学科試験が免除になるんです。免除、1級 FP 学科試験、これいらないんです、受けなくていいことになるんです。でも1級 FP 技能検定の学科免除ということは、じゃあその後どうなるかというと、1級 FP の実技、これを合格をすれば
EQFP 技能士だと、こうなっていくんです。この表のちょっと右の方だけ見るとですね、 CFP の資格審査試験という枠の下に矢印が下に下がって、下に下がったところは1級の実技というところになってますよね。これつまりこの矢印の向きと、これ何を表したかというと、1級の学科というところはこれ CFP 合格した人は通らなくていいって意味ですよね。ですからこれ1級の実技の合格をして1級 FP 技能士になれば、同時にもう CFP は6科目合格しているわけですから、あとは手続きを踏めば CFP 認定者ということで、ここで両方の資格を最終的には得ることができると、こうつながっていくんです。1級の方の試験を先に受験して、後から CFP を受けようかなっていうことになると、これ矢印は上には行きませんので、1級は1級で合格した後、もう一回 CFP は CFP で6科目受けなきゃいけなくなっちゃう。じゃあどっちを優先させるかな、最終的に上級資格両方持ちたいなと思うときは、やっぱり科目合格をし6科目揃えた後、1級の学科免除へ進むという方法ですね。まあ、こんなこともこれからの合格までの道のりとして一つ参考に考えていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。今見ていただいたこの資料は、もちろんこの1級との関係もそうですけども、すごく大切だったことは、この科目選択のことをですね、どうするかということを、まずこれから勉強を始めるまで、あるいは試験の出願をするまでのあたりのところで、しっかりこう組み立ててですね、そしてスタートを切るということが大事になっていくんじゃないかと思いますね。次の資料に行きましょう。次の資料、さっきその効果的な学習方法の話は、ちょっとお話をしましたから、まあ、ここはこのたすき掛けになっている表、今画面でも見ていただけていると思いますが、組み合わせの悪い科目同士ってこれないですからね。いずれもこの FP として必要となる6科目ですから、ここはたまたま例として4つの組み合わせ挙げてますが、そうじゃない組み合わせ、まあ、良くない組み合わせってのは当然ないわけですから、これは組み合わせは何でもありという中で、あとはご自分がどうやって考えるかということでしょうね。その下、勉強方法の話です。テクニックとノウハウと、まあ、勉強方法のことなんですけども、ここにもさっきちょっとお話したことが出てきています。35問程度の正解で合格安全ラインと、絶対ラインじゃないですけどもね、これ合格基準は毎回変化しますから、安全ラインが35ということでいいんでしょうかね。それから2点目、実務で重要なことと試験の重要なこと、これ違うと。で、これはですね、さっき受験科目選択の中で日常の仕事や実務に関係するものを選んだらどうですかというお話しました。で、じゃあ分かったと、自分は日頃不動産の仕事をしている、保険の仕事をしている、だからあまり勉強しなくても、まあ日常的にやってることが問題になっていそうだから大丈夫かなって考えるのは、やっぱりちょっと、良くないかもしれないですよね。仕事の中で使ってるそのやり方と、やっぱり試験問題になった時のですね、答えを出すためのその内容というのは、当然ちょっと言い方が違ったりするケースもありますよね。ですからやっぱり実務関連の科目の受験になったとしても、やっぱりですね、細かいことは試験対策としてはきちっと行っておくということは必要になると思います。それから3点目ですね、税制法令の改正のことになりますね。11月の試験法令基準日は2023年4月1日法令基準日です。11月の試験はその年の4月1日改正ですね、施行された方が、試験の法令基準日入ってきますから、例えば税制ということに言っておくとすれば、2023年の4月改正となった、税制の改正ですよね。これは今回の11月の試験の中で問題の中にこう組み込まれてくることになるわけです。その前の試験は4月改正が入ってないんです。6月の試験というのは4月改正入らないんですけど、11月の試験は4月改正が入ってきますので、まあ、このあたりは特に税制のあたりはですね、十分に情報を得ておいていただきたいなと。で、もちろんこれから始まっていくこの11月の試験向けのですね、講座の中ではこの4月改正の内容を含めた形で、その新しい情報として11月試験対策講座やっていきますのでね、その4月改正についてはもちろん講座の中では、吸収していただけるということにはなっていると思います。それと、何度も出題される項目と全く出題されない項目がある。これはもういわゆる資格試験に最も大切なことかもしれません。過去問の分析の話ですよね。さっきも50問の問題で35問安全ラインだとこう書いてあった。じゃあその35問という数字は
分かったけれども、じゃあどの問題で35問を自分は積み上げて合格にするのか、合格を結びつけるのかというときにですね、やっぱり過去問題の分析を十分にやっていきましょう。何度も出題されるって、最も極端なことを言ってしまうと、過去3回の試験で毎回出題されている論点というのも当然あるわけですよね。計算問題などで数字は変わってくるけども、当然その問題の構成組み立ては全く同じで、でその計算過程に沿って与えられた数字で答えを出せばという問題が過去3回中3回も出題されている。こうなってくると、これは次の試験もやっぱりここは、勉強は十分にやって正解しなきゃいけないねっていう話ですよね。でそうかと思えば、全く出題されない、これ全く出題されないってことは当然見ることができないわけですけど、たまに出題されるっていう問題があるんです。たまに出題されるって、これどういうことか、過去3、4回、5回ぐらい見てですね、ああこの問題も出題があったんだな、でもその後全然出てないなって、ここに振り回されないようにしましょう。勉強時間当然限られているはずですから、そこで過去に1回だけ出たことがあるからこれも十分掘り下げとかなきゃいけないなってやると、これ膨大なその勉強量になっていく可能性があります。そこで過去問分析をして、過去どれぐらいの頻度で出ているかというところは、やっぱり合格安全ラインを取るためには必要な情報、そのための分析、これ必要になりますよね。で、そんなことを含めた講座で勉強しようという方、CFP の講座、その下のところに今画面の方にも出しましたけれども、インプットアウトプット、こういう形で2本立て3本立てになっていっています。でまずこの1つ目、受験対策講座、これインプット講座です。テキストを使っていきます。で今改正点の、お話をするとか、あるいはその過去にたびたび出題されるところがどこか、当然講座、試験対策講座ですから、そこではその内容のですね、強弱つけて、メリハリつけてお話をしていく講座になっていくと思います。当然要点になるところ、過去に出題されるところは詳しいインプットをしなければいけないですし、テキストですからいろんな情報が網羅されてますが、載っているテキストに書いてあるけど、ここはあまり効率的なことを考えたら、優先順位が低いかなと考えれば、あまり出題されなかったところということをですね、強弱をつけながらこのインプット講座、テキストを使って行っていく。これは通学、それから通信、勉強方法2通りありますけれども、いずれもですね、各科目これは12時間です。インプット講座、受験対策講座は1科目12時間の勉強をするという講座になっています。それから実践演習講座、アウトプット講座です。本試験問題のですね、解説講座と言ってもいいですね。で直前の本試験問題をそのまま使って解説講座で、直前だけでは網羅しきれない場合もあるので、少し遡った問題をですね、別の問題集に編集した形で実践演習講座を行っていきます。つまりインプットで覚えたことが問題になったらどういう表現になってくるか、どこにその問題としては間違えてはいけないところがあるのかですね、気をつけなければいけないことがあるのか、そんなことを問題を教材としてアウトプット講座を行っていくものが実践演習講座です。これは1科目、6時間ですね。ですから受験対策、実践演習、これ統一で勉強していくと、1科目まずは18時間の講座ということになっていきますかね。そして、シミュレーションは模擬試験と、科目別に模擬試験ありますから、この科目別の模擬試験ということで最終確認ということになっていく勉強の流れだと思います。資料もう1ページありますから、次のページの資料の方行きたいと思いますね。これ、試験対策からちょっと離れますけれども、今画面の方に見せて、お見せしているところはこの FP の仕事、ビジネスの関係ということですね。これはもう最初にも、今回の今日のガイダンスでも最初にもお話をしましたが、当然、注目されている資格ですから、今後その要求度高まっていく、必要性高まっていくということが、前提ではないかなと思います。でもう一つ、この資料下の方ちょっと画面切り替えました。 CFP の認定制度、これ見ておきましょう。CFP というのは、最終的に自分が CFP であるということになるためには、 CFP 認定者になる必要があるんですね。6科目の合格者とはちょっと微妙に違うんです。で合格者っていうのはあくまでも6つの科目に合格した人で、合格した後認定者になるためには、これ必要になる項目が2つあるんです。一つはエントリー研修です。でこれはeLearningで行われているんですけれども、
合格者に対してはですね、この e ラーニングを受験する流れというのが、これ指示が出てきますから、これはエントリー研修はその指示通り受けて、終了させるということで、まず一つで、もう一つが通算で3年間の実務経験がある。でこれが必要なんです。だからCFP に6科目合格した、試験に6科目合格したんだけども、自分は全く実務経験がないと、まあ、例えば極端なこと言いますけど、社会お勤めになったことがない方とかですね、あるいは学生の方とかなった時にですね、勉強はした6科目合格したけれども実務経験がないってことになってしまうと、ここにもちょっと書いてありますが、実務経験に変えるような研修の受講が必要になっちゃうんですね。でこれ研修の受講するっていうのもありですけれども、まあ、ちょっと負担にもなるので、じゃあどうしたらいいか、3年間の実務経験を、まあ、どういう方法でもいいんです。できるだけ今の段階からもうやっておきましょう。今の段階からって言ったのは、これ科目合格の前からもうこれ対象になっていきますよね。ここにあるように。で何をやればいいのっていうと、そこにも6つのステップのうちいずれかの経験ってありますから、これ6つのステップっていうのは提案書を作る時にも出てきましたよね。例えば顧客のファイナンス状態の分析と評価なんていうのが第3ステップにあったと思います。その顧客のファイナンス状態の分析と評価となれば、これ顧客という言葉ありますけど、いいんです。別に有償であっても無償であっても構わないので、 FP として学んだことを第三者に対して何かアドバイスをしてみると、これが実務経験の一つになります。で、どういうことをやったのかということをですね、最終的にはこの、認定を受けるときには申請をするということになってきますから、まあ、どんなことをやった、その第三者が誰かということまでは要求されませんから、自分はいつどんなことをやったんだということを、これをですね、いくつか積み重ねておきましょう。これが実務経験です。で合格した後やろうと思うと、そこから大変なことになっちゃうので、ここにもあるように合格前からできますからね。もう今から AFP 認定者の方、2級合格者の方、今持ってる知識で何らかのそのアクションを起こしておくということが、この CFP 認定者になるためには必要ということになると思いますね。さっきすいません、一つ前のところで、この改正のところで法令基準日が4月1日だというお話をしましたけれども、これはもちろんこの通りなんですが、これ法令基準日が4月1日だから、それ以降にですね、何らか起きえたようなことってのは問題に出ないのかなっていうふうにこう考えたくなっちゃうんですけど、実は試験団体のですねホームページを見ると、ちょっと非常にグレーなことが書いてあって、試験問題に付随する時事的な問題などは知っておくべきだと、出題する可能性があるっていうことをこうホームページの中にこう書いてるんですよ。ということは、これは法令基準日はこの日付なんだけど、でも法令基準日に関係なく時事的な問題 FP として知っておくべきことは知っておいてくださいと、試験出題するかもしれませんよっていうことをホームページに書いてますから、法令改正があった、税制が改正があったっていうですね、非常に硬いところだけではなくて、やっぱりこのいろんな情報収集を日頃から行っておくということは必要かもしれないですね。その情報収集は例えばインターネットからの収集でもいいと思いますし、それから新聞などのですね、紙面からの収集でもいいと思いますけれども、今現在この FP の6科目に関わるところが社会情勢としてどうなっているのかということは、やっぱり知っておくとプラスアルファになっていくかもしれないですね。そしてそれを知っている人であるからこそ、この CFP 認定者になったものがこれからその高度な専門知識を持って顧客などに対してFP のアドバイスを行っていける人であるということにもなっていくと思います。2023年の11月の試験までの時間が、どれだけかという方、いろいろあると思います。まだ時間のある方、もう少しで試験になってしまう方ありますけれども、まずはこの勉強をまずは日々積み重ねて、そしてできるだけ早い機会に CFP の6科目の合格、そして認定者になられて活躍されることを祈っていたいと思いますね。はい、それでは、CFP のガイダンスを終わります。お疲れ様でした。